関東第一先発はエース市川ではなく背番号10の鈴木。その立ち上がりを柴打線が捉えます。先頭バッターキャプテン亀井。レフト線へ運んだ。続く2番栗原、三遊間を破った。ノーアウトランナー一塁二塁、いきなり先制のチャンス。3番尾藤、ショートゴロだ。これでワンアウト。4番太田はフォアボール。ワンアウト満塁、芝のチャンスは続く。打席には5番佐川。6、4、3のダブルプレー。芝、このチャンスを生かすことができません。直後の1回裏、関東第一の先頭バッター1番染谷。初球をライト線へ、ツーベースヒット。続く2番五十嵐がしっかりと送りバントを決めて、ワンアウトランナー三塁。こちらも先制のチャンスを作ります。今大会全試合に登板している芝のエース尾藤、ここをしのげるか。後続をしっかりと抑え、先制点は渡さない。3試合で33得点の強力関東第一打線は尾藤をなかなか捉えることができません。3回4回は三者凡退に打ち取られ、序盤は無得点。迎えた5回裏、関東第一この回先頭の7番楠原。右中間を深々と破った。続く8番立花はピッチャー横にバント。ここで芝の守備が乱れた。ノーアウトランナー一塁三塁。このチャンスに打席には9番代打片山。初球をセンター前へ、関東第一が1点を先制。打球の処理をもたつく間に一塁ランナーも一気にホームイン。尾藤から2点を奪います。強力打線がここから覚醒。続く1番染谷、初球をレフト前へタイムリー。3点目を奪うと、さらにこの後4番岩見もライト線へのタイムリーツーベース。6番滝川の2点タイムリースリーベースも飛び出し、この回打者12人、8安打の猛攻で8点を奪い、勝利を大きく引き寄せます。関東第一は投手3人の継投、芝打線を4安打無得点に抑え、8対0の7回コールドゲームで勝利し準決勝進出。2年ぶりの甲子園まであと2勝です。初回がちょっと荒れちゃって、まあやばいかなと思ってたんですけど、まあその後しっかり岩見がリードしてくれて、まあゆっくり投げることができました。今まで通りしっかり一個一個ちゃんと勝ってて、決勝もしっかり勝てるように頑張っていきたいと思います。自分が三振したりして、まあ、厳しい試合展開にしてしまったので、そこはまあ反省します。やっぱりここまで来たら、まあ、甲子園球しか見てないので、まあ、しっかり甲子園行けるようにチーム一丸となって戦っていきます。
いやもう胸を借りてもうぶつかっていかなきゃと思ってて、もう何も思い残すことはなくてやることやったんで、まあ出し切れたと思います。はい、まあ自分たちが、やってきたことを、まあ、何を伝えられたかは分からないですけど、しっかり引き継いでこれからの芝高校を強くしていってもらいたいと思います。はい、やっぱ試合を勝ち進んでいくごとにやっぱ応援メッセージとか観客来てくれる方たちの声援とかもう肌で結構すごい感じてたので本当にありがたいですし、自分たちも最高のパフォーマンスができたと思います。ベスト8まで自分たちが来れたので、下の代も自信持ってベスト8の世代だということをちゃんと自覚した上で絶対できると信じているので頑張ってほしいと思います。